もよかち専門チャンネルです。今回はですね、妖怪ウォッチプニプニで、テンスラコラボの隠しステージ攻略していきたいと思います。めちゃくちゃ神コラボ来たやん。今撮影しているのは8月1日の朝4時でございます。なんかいきなりメンテナンス始まって、イベント始まって、なんかログインできないっていうか、その、入れなくて、メンテナンス2時半までということで、今朝の4時っていうか夜中の4時なんですけれども、このリムルっていうのが主役の人やんね。なんかこう、転生ものだから、一回死んでしまって生まれ変わったらスライムだった、それがテンスラかなと思います。では隠しステージ参りましょう。隠しステージ1の怪しいのがステージ7ですよね。7、25、38が毎回怪しいんですけども、ステージ7ランガのステージ行ってみましょう。隠しステージ1の解放条件、毎回デカプニ、そしてコンボの可能性高いんでやっていきましょう。一応ねコラボキャラ入れた方がいいんかなということで、このリムルくんパーティーに入れております。で最初だからそんな条件厳しくないかなと思うんだけど、リュウタくんのサイズデカプニ20ぐらいあれば全然やない。サイズ20、まあ、こんな感じでいくかな。あとフィーバー注意コンボも稼いでおきましょう。今なんぼいったーん、127コンボ余裕じゃん。でサイズもデカプニつくとか、サイズ30、そしてさらにコンボはこれで多少マップの場所で条件合わさっていけたかなと思います。なんかこのスライムがめっちゃプニっぽいよね。もともとなんかもともとプニっぽい形してるよね、このスライム。リムルくんね。なんか人間に、人間の姿になったりとか、このスライムの姿になったりとか、2パターンあるみたいなんだけどね。はい。行きましょう。隠しステージ1。解放されるのか、1、2、3。はい、オッケー。サイズ15以上で隠しルート解放でございます。で、隠しステージ1にいるのが、バッドボーイヤー。今回のイベントは、なんか鬼たちが暴走してるっぽいんよね。そう、だからなんか、山吹鬼とかも出てきたりとか、赤鬼、青鬼、黒鬼さんとか、なんか、鬼雲、鬼釜、なんかいろんな鬼系がね、出てきてるかなと思います。で、続きまして、隠しステージ2なんですけど、やっぱ怪しいのは、ステージ25よね。で、解放条件はおそらく、プニをつなげるということなんで、リムルくん、スライムのリムルくん、くんなのかな、さんなのかな、なんか、あんま把握しないんやが、こちらつないでいきましょう。なんか昔ね、テンスラのやつ、転生したらスライムだったっけ、見たことあるんだけど、アニメ。なんかうっすらなんだよな記憶うっすらなんだよね。今なんかアニメの、3期放送中だよね。なんかめちゃくちゃ人気みたいなんですけど。まあ、そのアニメの第3期宣伝も兼ねて今回コラボなのかなと思うんですけどね。リムルだけになったのでプーに繋いでいきましょう。極炎魔のなんか弾もちょっとあるんだけど。よいしょ、よいしょ。合計何倍になるんだろう、これで繋いだ場合。サイズ40ぐらいいくかなと思うんだけど。あ、ちょっとギリギリかな。合計のサイズを、バイーン、サイズ41。めっちゃ簡単に書けそうだね、リムル。丸書いて点々ぐらいで良さそうやん。はい、行きましょう。隠しステージ2、一発で開封されるのか。なんかまた裏マップに UZ が待ち構えてんのかな。で、またガシャ、テンスラのガシャで UZ おるみたいなんだけど、一度に20分以上つなげて隠しステージ2開封されます。隠しステージ2誰いるんだろう。命取り、これなコラボキャラ入れないんだな。命取りなんだ。なんでなんだろう、なんで命取りにしてんだろうね。そして隠しステージ3行きましょう。いつもの流れで行くとステージ38が怪しいんだよね。この噴水のところ隠しステージ3ありますけど、まあこっちから行ってみますか。最近なんかね微妙に変えてきたりもするんだけどね。38かなと思ったら39だったらいいとか、条件がちょっと厳しいみたいなことあるんだけど、これさっきコンボがまだ出てないから、コンボスコアの可能性がめちゃくちゃ高いね。ということで極炎魔さんの必殺技とかぶち込んでいきましょうか。
リムルの必殺技もちょっと見てみたいね。フィーバー中に必殺技打っていく。まずこのスライムのリムルくん行ってみよう。水神はー、水の刀と書いて水神の攻撃。なんか結局強いんやろうねこのスライムが。あんま分かってないって感じだけど、これで結局コンボも稼いだし、スコアもまあまあいった。合計330万のスコアいったから、隠しステージ3、これまで一発で解放できそうな気がする。では参りましょう。果たして一発で解放されるのか。ワン、ツー、スリー、あざーす。めっちゃ簡単。今回もめっちゃ簡単やったね。25コンボ以上で隠しステージ3解放されます。で、隠しステージ3にいるのが、あれやまコラボキャラ、これはベニマル。未登録だわ。超イムズ Z 以下のみで。だってちょっとランク Z に絞ってやってみよっか。普通に倒せるのか。ではですね、この隠しステージのベニマルちょっとバトルしてみるね。 Z ランクの妖怪で倒せるのか。超イムズって書いてたよね。特攻とか必要ないと思うんだけど、好物がスイーツ一応上げときましょう。敵の HP が33万。はぁ、攻撃力超アップ使えるんかな。ちょっとこちらの攻撃力アップ系の妖怪ボルトさん、マゼラボルトさんとか使って必殺技打ちたいな。フィーバー突入してから行く。落ち着いて落ち着いて。敵の攻撃もそんな大したことないよね。大丈夫だ。フィーバー突入。こんな感じでどうでしょう。ボルトさんの必殺技で攻撃力アップで、これコナンのキャラだね。でもう一発。敵の HP30 万だったよね。攻撃力アップまだ効果持続しているんで、はい、敵の HP33 万だからあと一撃に40万。勝ち確。まあまあそんな難しくないか。気絶しても大丈夫な妖怪パーティーに入れといてもいいかなっていう、そんな感じだ。何周ぐらいで仲間にできるんだろうね、このベニマルさん。ベニマルさんの入手方法ってこれぐらいなんかな。ガシャにはいないんかな。ベニマルさんダブル S ランクは、このイベントマップで基本的に入手できるっていうことか。ほな、最後ボスステージと裏マップも行っときたいと思います。ボスステージ45がイカかもね。いかんぞ、わしの計画が邪魔されてるではないか。黒幕はイカかもねなのか。この国の魔物どもの悪事よ。お前たちは妖魔界に攻め込み侵略しようとしているんだろう。鬼たちを先導して襲撃された首謀者はお前イカカモネだったのか。見知らぬ世界に飛ばされこの国を見つけたので、国を治めている魔物はいかにも弱そうじゃないか。で、鬼たちを先導していたのか。まあ、このイカさんはそんな強くないかなと思うんだけど、サクッと倒しておきましょう。行くぜい。必殺技2発ぐらいでサクッと倒しておきましょう。スタートなのだ。なんかこのイベントスタートの時とかも全部こうテンスラのキャラの声になっててめちゃくちゃ可愛いんだよね。リムルさんの必殺技もいっとくん。あ、無理か。リンネ玉。水神パシューン。このリムルはログインするだけで入手できるからね。で、UZ にもリムルがいるんだけど、それはなんか女性バージョンになってるんだよね。女の子バージョンになってるけど。サクッとイカカモネは倒せます。初クリアボーナス5グラ9銀ジュジャマ。これで一見落着かな。いかんともしがたい奴らめ。リムの力を吸い取ろうとした。悪いけど食うのはこっちもお箱でね。グラトニー。すごい。リムルに吸い込まれ、あー、スライムだから。吸い込んだのか。なんか抵抗あるなーって言うてるけど。捨てとくか。
なんか魅力的なキャラいっぱいあるんだな。しばらく経ったある日、まあ、結果オーレ無事解決したっぽい。妖怪と魔物たちの楽しい宴会になったのだった。めでたしめでたし。で、裏マップいっとく。今回またあれだよね、おはじきバトルなんだけど、裏マップはどんな感じ？ありゃまあ、いっぱいだぞ、なんか妖怪が。ミリム、裏マップのキャラクターかな。魔王ミリム様が遊んでやるのじゃ。めちゃくちゃ可愛い。破壊の暴君ミリム。見た目はめっちゃ可愛い女の子だけどね。ちょっと最後ステータスチェックしとく？これまたパワー封印戦ってやばいんだろうな。で、しかも種族王禁止って珍しいよね。閻魔系使えないのか。まあ、とりあえず適当なパーティーでやってみるね。そうなんだ。暴走閻魔とか極閻魔使えないってことね。で、敵の HP が、2427万。攻撃カウストしてない。なにこれ、どうなってんのこれ。攻撃なにこれ。え ?999 万。100万ぐらいの攻撃ってこと？えぐない？それえぐない？ 999 万えぐない？え？バグじゃないよねこれ。チートすぎん。攻撃999万ってえぐない？特攻のリムルとかシュナがいたらいけんの？めちゃくちゃやばいやん。めちゃくちゃやばたにえんやん。ちなみにパワー封印ところで、相手の攻撃減らすはあるんだけどさ、相手の攻撃減らすが2個もあるわ。やばすぎだろ。はい、ってことで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。